はい、今日はボスバランスを使った、お尻と太もものコアトレーニングをやっていきます。まず右の太ももの内側から鍛えていきます。ボスバランスの中心にかかとを合わせて、左肘をついてお尻を上げます。で、左足浮かした状態で上に上げていきます。まあ、10回やってみましょう。はい、今度は、左の内ももを鍛えていきます。今度は右の外ももとお尻鍛えていきます。この右足のかかとをボスバランスの中心に。左行きます。次、太ももの裏側を鍛えていきます。右足のかかとをボスバランスの中心に合わせて、背中だけが、肩だけが地面に接地するようにお尻上げていきます。左足を下から上に上げていきます。これで右の軸足の太ももの裏を鍛えられます。左目をやっていきます。このコアトレーニングは見た目以上にハードなトレーニングになりますので、まず、ボスバランスを使ってやると強度が上がるので、ボスバランスなしでこういうふうに地面で普通にやってもらっても構いませんので、まずは1セット10回から目指して1セット30回ぐらいまでできるようになるととても効果的です。
ぜひウエイトトレーニングや加圧トレーニングもいいんですけれども、その中の一つにコアトレーニングというのも入れていくと非常にボディラインを作るのに有効だと思います。ぜひやってみてください。以上です。